言ですが皆さん、東武アーバンパークラインことの打線に今年度以降に新型車両が導入されることはご存知でしょうか。この車両は8000系や1万30系を置き換える予定の車両となっており、車両デザインも未だに発表されていないことから注目を集めています。今回はそんな置き換えられる予定の8000系と1万30系の中で最初に置き換えられる編成はどれなのか予想していきたいと思います。まずは、8万系について軽く見ていきましょう。8万系というのは、先ほども話した通り、2024年度以降に野田線に導入予定の新型車両です。野田線で箱の新型車両導入と同時に、野田線の両数は現行の6両から5両に短縮される予定となっています。現在、野田線で活躍中の8000系16編成と1万30系リニューアル車と未更新車を足した9編成は、8万系の導入編成数である25編成に置き換えられる予定となっています。つまりは、1万30系と8000系の5両化は行われないということですね。では、6万系はどうなるのでしょうか。6万系は、8000系や1万30系に比べ、車齢が11年ということもあり再利用されることになりました。そんな6万系は、新型車両導入と同時に、現行の6両から1両だけ抜き取られ5両にされます。抜き取られた1両はどうするのかというと、新たに製造した8万系4両編成に組み込まれ5両編成にするということだそうです。8万系についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの動画もご覧ください。先述の通り、置き換えられる車両は、8000系と1万30系ということなので、最初に置き換えられる車両もどちらかの形式になりますね。では早速予想を見ていきたいと思います。最初に置き換えられる編成は、8000系8111編成ではないかと思います。8111編成は、現存する8000系のうち一番古い編成で、正面の構造が原型のまま残る唯一の編成です。この編成は1963年に4両編成で製造、落成され、登場当時は東上線川越電車区に所属していました。約9年間4両編成で活躍した8111編成でしたが、1972年に6両化がされます。そして登場から早23年、1986年に修繕工事が行われることとなりました。この修繕工事は、初期に製造された編成のみに行われましたが、修繕後も正面の構造は原型をとどめていました。この修繕は初期修繕と呼ばれます。その後の修繕車たちの顔立ちは、6050系のような顔立ちとなり、初期修繕車は貴重なものとなっていることがわかると思います。そして製造から48年経った2011年、8111編成は定期運用を離脱し、南栗橋へ改装されました。ここで廃車になるのかと思われましたが、状況は一変します。8000系が廃車になる中、正面の構造が原型のまま残る8111編成を保存しようという機運が高まり、2012年には保存のために修繕工事が行われました。しかもただの保存ではなく、動作可能な状態で保存する、動態保存という形が取られました。塗装は、登場当初の塗装である、インターナショナルオレンジとロイヤルベージュの塗装となり、この編成は臨時列車などで使用されました。後の2016年には政治クリーム塗装に塗り替えられています。2020年まで臨時列車で活躍していたのですが、コロナウイルスにより臨時列車などの設定がなくなったために旧車となってしまいます。そして長らく南栗橋に放置されていましたが、動きがあったのは2023年6月、8111編成は検査入場を果たしました。途中検査が中断されたりしましたが、見事に再びツートンカラーとなって検査出場を果たしました。そして2023年11月に7工大支所への転属、つまりは、野田線への転属を果たしたのです。8111編成は、8150編成を置き換える形となり、野田線での一般列車として運用に就くことになりました。そして2024年現在も、野田線での活躍を続けています。そんな8111編成は登場から60年を迎え、野田線の8000系の中でも一番古い車両となっている上、最近は少なくなってきましたが故障も起こしています。ですので、最初に置き換えられるとしたら8111編成なのではないかと思いました。チャンネル登録もお願いします。
いかがだったでしょうか。今回は、新型8万系に最初に置き換えられるであろう編成を予想してみました。いずれは全ての1万、30系や8000系が置き換えられることになっていますので、他の古い編成も油断できない状況です。これから8万系をどのように展開していくのか、楽しみですね。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。